飛距離を伸ばしたいならヘッドランパッド、ミート力向上するならゲットランパッド、試合で使うならブルートゥルース、たくさん振り込んでうまく取ろう。どうもミドルマンです。お世話さんです。はい、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。いや場所がね、聖地熊本。お、来ました。来たね、もうね、来ました。とうとうですね、熊本校がですね、できまして、4日間、木村オープンみたいな感じでね、たくさんの人が来てくださって、まあ、レッスンしたんですけども、熊本のみんな持ってるもので、結構高いなと。なんでそういうのはあって、なんかやっぱ、僕自身が熊本がすごい好きっていうのがありまして、普通やったら関西圏で出していくところを、ね、はい、熊本で、ここで、はい、熊本。ただ熊本が好きだからっていうところなんですけど、ポセが塾長でね、はい、やるっていうことで、あの4日間一緒にねやったんですけど、やっぱポセは羽ばたいた方が力発揮するタイプですね。予約もねたくさんの方入れてくださいまして嬉しいですし、今後ね熊本校がどん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 こうね人気になっていって、まあこうですよね。はい、目指すわ。そうですね、目指すわ。はい、でもそんだけ価値のあるものを僕たちは提供してると思ってるので、ぜひね、まだ来れてない方も足運んでいただいて、ぜひ受けてみてください。日本一のまず質を届けるので、まあ そっから両方行くんで、はい、ということで本日も打撃でやっぱね止まらない進化が、打撃の進化が、打つためにどうしたらいいかっていうノウハウがね、我々はちゃんとしてるやんか、はい、こうしなあかんっていう、それをまたちょっと改めてやっぱバットの軌道ってどうかとか、どういうふうにバット出していったらいいかっていうのを伝えられたらな。そうですね、はい、やっていきたいなと思って、はい、なので早速やっていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、はい、なんかこの当たる前の、はい、なんかこのバット、まあ、ボールに対してのアプローチの仕方を、はい、みんなにちょっと伝えてほしいと思います。はい、まず一つ僕考えてるのは、手の位置とバットの先って絶対に違うところを動くと思ってるんで、まずは手の位置がまあ重要と思ってて、まずまあボールって絶対こういう横でラインでくるんで、それに対してまあよく言われるバットがラインで入っていく、まあ、これは絶対正しいことだと思ってます。そこを作るってなった時に何を意識するかってなると、僕はやっぱりこのグリップエンドですね、ボールに向けていくっていうのを意識してて、入ればそこから絶対そのラインをバットが通ってくるんで、これが簡単に言うとこのバットの向きが下向いてあったり、こっち向いてると絶対バットの距離すぐ引っ張るように見えてしまうんで、やっぱりどれだけこのラインを長くするか、プロ野球選手の1メートルあるっていうふうに詰まって捉える幅から泳いで打つ幅が1メートルぐらいあるって言ったんで、そこをやっぱり作るのには絶対にそこを長く通っていく必要があるので、こういうグリップを出していって、そこからそのラインを走っていく意識してます。あ、はい、例えばグリップを出していくやんか、はい、出していくときにヘッドはどこにありたい？あ、ヘッドは肩ぐらいですね。まだやったら腕力ない小学生、中学生の場合っていうのは、僕は耳と肩の間ぐらいでいいと思うんですけど、ちょっとそこは年代によって僕は分けてるっていうところがあります。なるほど、はい、それで言うたらバッティングって体から離れても力入るやつあまりにもね、こうやってすごい離れてるよ、はい、で基本的に体からこう点々離れていくもんやんか、はい、離れたら力伝わらん選手も絶対おるわけやんか、はい、だから基本的に俺はよく言われる533理論とかありますね。ああいうのとかをちょっと利用したりはするね。ちょっと利用して、あ、この子はこういう感じやな、こういう感じやなでアプローチ変えたりするんやけど、大事なのでバットこれはねこう出していくやんか、はい、で絶対これグリップは絶対ボールやんだけど、はい、めっちゃ重いのがさ、こう出していってこの角度作るとするやん、はい、理想は絶対この角度やん、はい、こっからの使い方がめっちゃ大事で、これをこう使っていくのか、はい、こう使うのかだいぶ変わるやん、変わりますね。こう作ったら絶対にこう上げていかなかった、はい、めっちゃ少ない指導者の、ね、なんでかって言ったらこうだし下がってるやろってなるから言われるやん、ヘッド下げるなって、そう言われてますもんね。ヘッド下げるなって言われるから、みんなこっから絶対こういくね、その打ち方してるんですけど、インコースファウルになってるイメージしか正直ない。そういうことか、はい、そうでもあくまでもその感覚で、たまに俺でこうやってちょっとかぶせる方が
実際振った時はこうなんねんけど、ね、イメージでこうやって振ったりする人もおるけど、はい、でも実際の動きは違うよ、はい、もっと言ったらダウンレベルアッパーみたいな。そうですね、ダウン局面とかアッパー局面っていうことを使います、うんうん、だから下がっている時、振っている時と上がっている時があると思うので、はい、そこめっちゃ大事大事ですね。簡単に言えば、まあ、これをなんか低めとかに出していくと体と一緒に逆に離れてしまうので、ちょっと高めとか投げていただいて、もうボールをグリップで打つ練習です。うん、どんどん。おお、グリップ。はい。でこの、これね、手で打ちに行くぐらいですね。っていうふうにもう近づけていく。やっぱりあったとしても痛くないんで、それぐらいにボールに向けていくっていうことが。なるほどね。いや、グリップで打つってことね。はい、そうですね。はい。まあ、なかなか動いてるボールは難しいんで、起きていいとかで高くやられても、おうおう逆に今ここを短く持ってこっちでこうですね、当てに行くっていう意識でやっていいかなと思います。なるほど。ここでグリップ向けていくとちょっとバットがダウン、おうおう、さっき言いました、おうおう、っていう通り落ちていくところだと思ってて、例えばゆかりとか下からって振り上げたら重力に逆らってるので、うん、やっぱり強く振れない、うん、まずは重力に、そのまま使って落としていくっていうのが一番バット、うん、加速するんで、まあ、下がる局面するので、うん、その時は下がる、うん、でそこからレベルに打っていって、最後は、これ、なんかデータの本で読んだんですけど、一番の打球速度と打球角度が上がるのは、上向きに17度とか、地面に対してこれ平行したら、この17度、これぐらいですよね、のバットの軌道で最後、捉えるのが一番いいって言われて、最後はそういう、だから、一番世界でホームランの王さん、19度、上向きって言われた。
きい T、 例えば普通の T もそうやし、バッティングって絶対そこを一貫性持ってやらんと絶対見えてこない。だから大きい T だけとかでも絶対よくなるんだよね。絶対に前から来るボールをちゃんとアプローチしっかりかけて打たんと。だからそこはね、丁寧にやらなあかん場所なんで、ぜひね、この YouTube チャンネル見てくれてる、ミドルマンチャンネル見てくれてる方はダウンレベルアッパーっていうのが最終バッティングでできてるかどうかっていうのを皆さん見てもらえたらなと。そこにアプローチの仕方はいろんな方法があるんで、はい、それはもうミドルマンチャンネル見てもらったらめちゃくちゃあるんでね。実はあります。はい、なので、ぜひ皆さんやってほしいなというふうに思います。はい、はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。始めましょう。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギアも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。